必ずやろう日本最高朝日豊ですこの動画を見てなるほどねなんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします5月10日のデイリーニュースをお伝えいたします今アメリカのこの連邦政府債務のこの上限問題というのがですね今大きな問題になっているというのはまあ皆さんも報道を通じてねご存知ではないかなとは思ってます まあ、この、えー、話に関してはですね、まあ、割と冷めた目をしていて、まあ、どうせギリギリのところで妥協が成立して、債務上限は引き上げられるんだよね、と。あんまり大騒ぎする必要なんてないよね、なんてね、まあ、達観されてる方も、えー、割と多いかもしれないな、なんてね、えー、思っていたりはします。 で確かにですね、まあ、ある意味においては、そう言い切っちゃってもね、まあ、いいのかもしれないっていうところもあるんですが、うーん、そこまで単純化していっちゃっていいのかっていうとですね、まあ、そうとも言えないところもあるよという、その、そうとも言えないところというのをですね、まあ、今回ちょっとね、扱ってみようかなというふうに思っているわけです。 でこの債務上限問題、という問題に関しては、2011年のオバマ政権の時にも、この問題がこうね、発生したということが、記憶にあるっていう方も、割と多いんじゃないかな、なんてね、思うわけなんです。もう古い話なんでね、もうなんとなく過ぎちゃった、みたいな、<laughs> まあそんな感じにしかね、感じられてない人も多いかもしれませんけれども、 あの債務引き上げ問題が本当にギリギリのタイミングまで、えー、もつれたということがあって、えー、アメリカを代表する格付け会社のスタンダード・プアーズがですねアメリカ国債のその格付けをですよ最上級の AAA から AA+ にまあンランクだけとは言っても引き下げたということが起きたわけなんですね。えー、本来ならば世界最高ランクであるべき米国債がですよ これが格下げにあったというのは、えー、これはそれなりの衝撃をもたらしたものだったっていうのを思い出してほしいんですね。で、今私がその米国債は世界最高ランクの格付けであるべきって言いましたけれども、で、世界で最もこの利用されている信用されている通貨であるドル そのドルを、えー、運営している、えーまあ、それを、まあ、ある意味自由に使うこともできる、えー、それの、まあ、頂点みたいなところが米国政府ということになるわけでその米国政府の国債というのが世界最高ランクから落ちたっていうのはですねまあそれなりの衝撃があったわけなんですね。 で当時株価は結構下落してですね経済にまあまああ混乱は生じたんでですよでその皮肉なことにその結果として安全資産である米国債が逆に購入されて利回りが下がるという何とも不思議なことがまあ起こったという、えー、こんな話もあったりはします。 それはともかくとしてですが今アメリカの金融がですねまあかなりこう不安定になってきている中でまあ同様の同様がですねこう発生した場合にまあかなりの混乱をもたらす可能性というものは見ておかないといけないんじゃないかなんてね、えー、こんな話もあるわけです。 でこの問題はもう前々から、えー、去年のもう秋過ぎぐらいですかね、まあ、そのあたりからもう認識されていたっていうことがあるんですけれどもここにきてですね急に意識されるようになったのは、えー、危機の到来がですね、まあ、かなり前倒しになったっていうことがあるからなんですね。 まあ最近のこの連邦政府の税収を検証した結果、6月上旬までに政府債務のすべてを履行することは不可能になる見通しが強まったと、ね、デフォルトは6月1日にも訪れる可能性があるなんでね、まあ、こんなことを言い出したわけなんですよ。 で、危機の到来は、まあ、7月の終わりから9月の間、まあ、このぐらいじゃないのみたいな感じに、えー、見られていたのが、なんと6月上旬にまで早まり、ひょっとしたら6月1日に来るかもしれないってことになったんで、がぜん慌てに、モードに入ったということなんですね。まだ2ヶ月以上いよいよあるよね、と。まあ、3ヶ月ぐらいはあるんじゃないのというふうに思っていたら、 ね、突然あと1ヶ月でっていう話になっちゃったってことなんですでこの辺りの事情をもうちょっと詳しく説明しようと思いますが、えー、連邦債務の上限というのはすでに、えー、今年の1月19日の段階でですね、えー、この上限には達してるんですね。で、えー、上下両院とも民主党が抑えていた2021年12月の段階で、まあ、この債務上限引き上げっていうのを1回やっててですね、まあ、それでもうクリアできると思っていたところ まあ、そのバイデン政権がですね、まあ、もっと思い切った政局財政って言えばいいんですかね。えー、まあ、そういうことをまあ、やったことによって、まあ、それに伴い国債の発行というものを、まあ、バンバンこう増やすということをやっちゃったがゆえになんですけれども、えー、実はこの1月19日の段階ですでに上限には達していたということになりました。でこの段階でアメリカの財務省は、 公務員の,、まあその退職基金、ね、退職金とかをこう貯めるようなものっていうふうに思えばいいですかね。えー、あるいは障害基金といって、えー、まあ言ってみればその障害保険みたいなものですね、えー。こういうものに対してのこの資金の組み入れっていうのをですね、こう一時的にこう停止するっていうことを えやるっていうような、まあ、そういうい特別処置をやったわけですね。まあ、今の段階で一旦お金を入れるのはやめておいて、えー、ちゃんとこう債務の上限が引き上げられて新しく借金ができるようになったらそのお金でここに当てましょうという、まあ、こういうようなことで、まあ、一時的にこの停止するというような特別措置を講ずることによって。 デフォルトになる時期をですね、まあ、後ろの方にこうにずらすという、えー、こういう処置を講じたわけなんです。でところが、えー、危機の到来がぐんと早くなったのはこの所得税などの納付税額がですねちょっと想定よりもかなり少なくなっちゃったとっいうことがあったわけなんですね。でこちらのグラフの,この上の方だけちょっと見てほしいんですけれどもこれはアメリカの財務省の手元資金の余裕度のグラフになってます。 0.5とか1.0というメモリが書いてあるのが余裕資金で、えー、単位は1兆ドル、えー、まあ日本円で130兆円くらいということになります。ですからこの0.5となっているところが5000億ドルということになります。で、このグラフはこう3ヶ月ごとにこう区切られているというのがわかるでしょうか。 で一番右側のその3ヶ月というのが今年2022年の1月から3月ということになるわけなんですけれども1月19日に最後の借り入れを行って5,000ドルを少し超える余裕資金になったのが頂点となってですねその後はまあこのじりじりと余裕資金がなくなってきているというのがだ大体いいわかるんじゃないかなと思います。 でただ、この4月に入った最後にですね、急に余裕資金がぼーっとこう伸びてるっていうのがわ、えー、かりますよね。で、これがあ、その納付期限の4月18日あたりの話で、税の納付によって余裕資金が一旦は増えたということになるわけなんです。でただ、税収が想定をかなり下回ったがゆえに、えー、これがこうずっと行くと6月前半にも枯渇する可能性が高まったっていうことになるわけなんですね。 で6月15日にですね、次の税収が予定されているから、えここをうまく乗り越えられれば7月下旬までは持つはずだという、で、おそらくはそのくらいまで持つともともとは思っていたらあ、この4月の税収が思ったより少なかったがゆえにえ、これ6月前半でですね、枯渇するんじゃないかなんて話になってきちゃったっていうのが、まあこういう裏話ということになるわけです。 で今回のこの債務上限の引き上げがですねこう間違いなく難航するっていうことが予想されているのは今年1月にケビン・マッカーシー上院議員が上院議長に選出された過程のことをね思い出してもらえると、えー、分かりやすいかなと思います。で覚えている方も多いと思いますがマッカーシー議員はですね保守派派強硬派の フリーダム・コーカスというグループがあるんですがここの妨害によってなかなか上院議員に選出してもらえなかったってことがあったわけなんですねなんと15回も上院議長選挙というものがこう繰り返し行われて最後にようやく選出されたっていうことがあったわけですでこの時にフリーダム・コーカスがですねさまざまな条件というのをこう提示していたっていうことがあって そのうちの一つがですね、この債務上限問題で、バイデン政権の予算を削減させるという、こういう話もあったわけなんですね。で、そもそもこのフリーダムコーカスと呼ばれているこのグループは、個人の自由を最大限尊重するリバタリアンと呼ばれる人たちのグループで、政府予算の膨張というのはですね、その政府による国民生活への干渉、これを持ち込むものになるから、 これ自体すごく嫌がるようなそういう勢力なんですねでそしてこのフリーダムコーカスを裏切れないこのマッカーシー会議長はですねもうこの問題において妥協するわけにはいかずもうとにかく強気で立ち向かわないと党内的に、えー、その認めてもらえないというそういう状況があるわけなんです でそしてこのフリーダム・コーカスの意見なんかをこう取り入れるような形でもってですねバイデン政権が2022年8月に成立させた歳出歳入法の中にあるその電気自動車の販売支援などのですねこのいわゆる気候変動対策予算これを、ねえー、撤廃しろというこの歳出削減案というのをですね 今共和党側はあすでに会員の方に提出しているという状態になっています。これに対してバイデン民主党の側は無条件の上限引き上げというのを求めて一切妥協しないというこういう方針を示しているわけなんですね。でこの上限引き上げをこの邪魔すればそれはその共和党がねこうやっていじめてるんですみたいなね、えー、話になってこれは共和党に不利に働くよと。 ねえー、特にこうお金がなくなっちゃったんで、えー、だからこの社会保障費をしばらく止めなきゃいけませんとかね、えー、軍人に給与が払えませんみたいな感じに、えー、してしまえばもう共和党を完全に悪者にするってことができますよね。えー、なのでその突っぱねておいて共和党に暴れてもらった方がむしろいいというぐらいにちょっと考えているところもあるわけなんです。 つまりですね、共和党の側はこの歳出削減というのを民主党側に認めさせないと、もうこれはダメなんだと、もう共和党の中においてはこれがルールとなっているという制約がある一方で、民主党側はですね、この共和党の方針が共和党を攻撃するオウンゴールになるっていうふうに考えているから、妥協なんかしない方がいいなんていうことでもって、 もつれるる要素がものすごくく今回高ななってるっててんですね。で、またもう一つちょっと着目しておきたいのは今回共和党が提出した歳出削減案ですねこれが米議会で承認される可能性もまあ少ないとはいってもですねこういうとね結構不思議に思われる方多いんじゃないかなと思うんですよね。 まあ確かに、えー、アメリカの下院の方は共和党が優位ってことになってるけれども、上院の方は民主党が優位だったんじゃないのと。だから下院ではあ、この歳出削減案は通過するかもしれないけれども、上院の側ではこれ通用しないよねって、まあこういうふうに見るのがまあ普通だと思うんですよね。確かにアメリカ上院の議席数は昨年11月の中間選挙を受けた直後は、 民主党が51で共和党が49だったんですよでところがその後にですねシネマ上院議員、えー、民主党所属のシネマ上院議員が民主党を離党して無所属に転ずるっていうことが起きたんですでそしてこのシネマ上院議員に非常に近い立場のマンチン上院議員もですね、まあ、こちらはまだ民主党から離党はしていないんですけれども えー、割と行動を共にすることがこの二人は多いということがあったりするわけなんです。そうすると現在の勢力図は普通の民主党が49、共和党も49、で、それ以外が2で、このそれ以外の2は元々は民主党に所属していたんだけれどもこれは裏切るかもしれないという、こんな感じになってきてるわけなんです。 で実際この2人は従来から共和党に近い動きを示すことが割と多くてですね、えー、実際このマッカーシー会議長がこの2人の議員と接触しているという、えー、話もあったりするわけなんですね。でさらにマンチン議員はですねこの共和党からのこの話し合いの要求これに応じないとしているこのバイデン政権のあり方はおかしいんじゃないかっていう批判もしているっていうことがあるから えー、この2人がですね、えー、民主党に対して背を向ける、ねえー、ホワイトハウスに対して背を向けるという動きも考えられないわけではないということなんです。でそれで共和党の提案に乗っかるという動きになればなんですけれどもこの共和党の歳出削減案が通過する可能性もあるという、まあ、こんな状態になっているわけなんですね。 まあ、とにかくこんなこともあってさまざまな可能性があ今考えられる中で、まあ、債務上限引き上げ問題がですねまあ必ずこの路線で行くであろうという筋書きが読める状態には今なってないという、えー、こんな感じなんです。でそこに加えてもう一つちょっとこの笑えないのが今のアメリカ経済をめぐる状況というのは決して楽観視できるところにはないということなんですよね。 5月8日にアメリカの中央銀行である FRB は企業の資金需要の判断が大幅に悪化したということをこれ発表したんですね。 えー、で野村総合研究所がですね、まあ、この点に関してレポートを作ってくれてるんですけれども、えー、中大規模企業向け融資について資金需要がですね、マイナス55.6という数値になって、これは前回2月の調査のマイナス31.3からさらに悪化しているということになるんですねで。これはすでにコロナショックの時よりも悪い数字で、リーマンショックとほぼ並ぶぐらい、 ひどいい数字にななっているわけなんですでこのようにアメリカ経済には急ブレーキがかかり始めているという段階になっているわけなんですがそこにこの債務上限問題がいびつに絡んできてですねかなりの金融ショックがひょっとしたら起こりうるかもしれない。 えー、あくまでもまだ可能性の段階なんですけれどもそういうものがこう出てきているってところはちょっとねゆるがせにしないで見ておくべきかなというふうに思っています、まあ、とにかく、えー、その経済環境に関して楽観視はすべきではないそれがまあ私の見方ということになります 必ずやろう日本最高朝霞豊でした。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。またベルマークの通知設定を全てに切り替えていただきますよう、合わせてお願い申し上げます。